はい、こんにちは。今日はマップノートっていうアプリの紹介をします。マップノートはですね、アイデア出しをするときにすごい使えるアプリです。で、書けば書くだけこうノートが四方八方に広がっていくっていう面白いアプリで、ノートがこう切れることがないんですね。で、まあ日々思いついたこととか、こうアイデアがひらめいたときにこれを立ち上げて日々書きまくっております。でですね、ぜひそういうアイデアフルな仕事をされている方にですね、このアプリ使ってほしいなと思ってます。で、ノートアプリが他にもいろいろあるんですけど、今私が使っているのは4種類で、グッドノート4とノータビリティとノートシェルフとマップノート、この4つを使ってます。グッドノートは仕事用で、ノータビリティが勉強用、あとノートシェルフ2が自分観察っていう、まあ日記みたいな感じで使ってて、あとマップノートがアイデア出しに使ってます。で、全部一緒にしちゃってもいいんですけど、頭の切り替えのためと、あとはこうアプリをいっぱい使ってみたいっていうので、私はわざとこの4つを使い分けるようにしてます。はい、ということでマップノート開いていきます。インターフェースこんな感じになっていて、1テーマごとに1ノートみたいな感じで分けています。で、右上プラスボタンで新しいノート作成です。で、今日は iPad のクリエイティブな使い方のアイデア出しをする手でやります。で、最初ベーシックなところでいくと、フォトがあるよねとか、あとミュージック、あとデザインですね、これ私の専門というか。で、ビデオがあります。あとビジネスにも使えますと。で、最近私ブログとかも iPad で書くようにしてます。で、こんな感じでどんどん派生させていくんですけど、じゃあ次デザイン何があるかって言ったら、ドローイング、お絵描きできるよねとか、で、それから画像加工とか、画像加工急に日本語ですけど、画像加工とか、あとレイアウトですね。この前 Adobe Campの使い方で説明したんですけど、レイアウトも作れますと。あとロゴデザインとかアイコンとかベクターとかも対応するし、あと書道アートですね。この前書道アートの動画も出しました。水墨画とかも、iPad で描けます。で、それから 3D も iPad で作れますね。あとアニメーション、イラストアニメーションとかもできます。次ビジネス何があるかっていうと、メールと、テイキングノートって書くんですけど、ノート取り、議事録みたいなとかも取れるし、あと計算アプリ結構面白いのあるので、今度紹介します。あとスキャンして PDF に書き出したりもできますし、プレゼンテーションの、資料とかも作れますね。キーノートがデフォルトで入ってるので、それで作れます。あと写真のアプリで言うと、タイムラプスとかスローモーションもできるし、あとミュージックだと DJ アプリとかすごいいっぱいあるので、音楽も作れちゃうよっていう感じですね。そう、ビジネスの話で言うと、アノテーションっていう赤入れができますね。構成とかにはすんごい便利です、 iPad で。デザインの方戻っていって、じゃあ画像加工で使えるアプリってなんだろうって言ったら、アフィニティフォトとかライトルームとかピクセルメーターが使えるよねっていうのを書いたりとかですね。で、こうやって線がどん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 上下左右に伸びていったとしますと、どれだけ伸ばしてもマップノートを切れることがないんですね。こうノートの端がないんですね。それが結構マップノートのいいところで、無限にアイデアが広がっていきます。で、1枚の紙の中にあると、後からこうやってズームで見返せれるから、すごいいいんですよ本当に。文字の位置を変えたいときは、このハサミツールで移動できます。ハサミツールで囲んでカラーっていうのを選ぶと、文字の色を変えることができます。で、ペンの色を変えたいときは、ここをタップしてもらったら、ペンの色を選べます。はい、で、次
マップノートすごいいいんですけど、できないこともあって、それを3つほど、紹介しておきます。まず最初に、画像の配置ができないです。他のノートアプリほぼ全部できると思うんですけど、マップノートだけできなくって、それはちょっと改善してほしいなと思ってます。で、次、戻るっていう、ボタンはあるんですけど、進むっていうボタンがないですね。なので消しすぎちゃった時に、新しい方に戻っていけないですね。で、最後、これちょっと悲しいんですけど、結構アプリが落ちます。アプリが落ちてもデータ自体は残ってるんですね。なので全く消えてなくなってしまったってことはないんですけど、まあ頻繁に落ちます。で、ここはちょっと改善の余地ありって感じですね。はい、じゃあ次、書き出しの方法を説明していきます。ちょっと文字のたくさんある、ノートで説明していきたいと思うんですけど、ちょっとこれ企画書デザインの、アイデア出しをした時のノートなんですけど、じゃあこれをちょっと PDF とか画像で書き出す時どうするのっていうところなんですけど、右上にボタンがあります。ここで PDF として送信っていうボタンを押してください。そしたら、グッドノートとか、あとノータビリティノートシェルフ、あとエバーノートとかにも送信することができます。で、これいいのが、プリントをするのがおすすめですね。文字をいっぱい書きすぎてしまうと、やっぱり見にくくなっちゃうので、最後はアナログで A3 書き出しとかして、ブラッシュアップ、アイデアブラッシュアップした方がいいと思います。で、最後、削除する方法なんですけど、左の、メニューバーからノートを削除っていうボタンを押してもらったら、バツ印が出てくるので、そこでノートを消すことができます。はい、ということでですね、今日は以上になります。マップノートの使い方を説明していきました。また、他のノートアプリとかも紹介していくので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。